マーケティング部プレゼンツ、お待ちかね宇宙初公開ポケモンゲーム情報。お待たせしました。そうなんです。増田さんが来たことはもう事件が何かあるってことですね。実はですね、今年の6月ポケットモンスターシリーズ最新作が登場します。タイトルはもう決まってるんですか？マジで。はい、そのタイトルは、ポケットモンスターブラック2、ポケットモンスターホワイト2です。おお、2なんだ。グレーだと思ってた。今までいろんな色で変わってきたのに2ですか。さあ、続いております。2本同時なんですね、これ。そうですね。すげえ。おい、黙れ。落ち着いてください。皆さん、まだまだ発表ございます。このゲームに登場するですね、伝説のポケモンを紹介。そこまで教えちゃうんですか。いるんだ。こちらです。うわ、かっこいい。かっこいい。これ、ドラゴン系かな。この伝説ポケモンのですね、名前の方なんですけども、いいの、そこまで。いや、なんだこれ。ごめんなさい、まだ秘密なんだ。お願いしね、マサさんに。ベルファーレ、ベルファーレ。こうなったら勝負だ部長。これから1週間マサさんに密着して、なんとか情報ゲットしこい。ベストウィッシュ。よし、全然情報聞き出すんだぞ。必ず情報ゲットしてますよ。お願いしますよ、勝負だ部長。はい、マサさん、その辺はどうぞよろしくお願いいたします。マリア、マリア、お願いします。マサさん、今日はありがとうございました。よし、みんな来週も張り切っていくぞ。ポケモン、そうだ、離れるな。はい、ちょっと引き出してやるぞ。ちょっと引き出してやるぞ。ショウタ、オッケー。次週のポケスマはテレビ初公開、映画の最新マル秘映像をお届け。そしてあの2体の名前がついに明らかに。さらにアニメとのコラボ企画、ポケモンバトル大会、どんなマイトの出場選手になりきる。ポーリーが出た。ダウンエンスケメン、僕イケメン。超過酷なゲームでどんなマイト優勝者を大予想。いや、すごいよ。お楽しみに。木曜日はポケットモンスターベストウィッシュ、今週は吹き寄せジム VS 風炉空中決戦。このバトルに勝てないことを証明してあげる。ついに迎えたスピード勝負の空中戦、大迫力のバトルが。しかし10万ボルトが効かない。果たしてバトルの行方は。そしてサトシのポケモンに異変が。メタルファイトベイブレ